北朝鮮のミサイル発射。さあ堀江さんから見て北朝鮮のロケットのレベルって結構やっぱ高いんですよ。高いよ、うんうん、高いよ。そうですよ、ね、めちゃくちゃ高い。僕らよくあんなの作れたら、ロシボードだから僕なんかいつもこれうっかり外すつもりで落ちてきたりするの可能性ってどれぐらいあるのかなとかって。いやいやないない、もうだからロケットってその制御が一番難しいのって、はいはい、打ち上げてそのマックス級っていう、その要は空気って高くなればなるほど薄くなるでしょ、はいはい、だけどロケットのスピードはどんどん上がっていくでしょ、はい、だからそのロケットにかかる圧力、空気の圧力ねっていうのはこんな感じのグラフになるわけ、はい、で要はある一定の高度を超えると今度は空気が薄くなるから、はい、圧力がどんどん下がってくる。速度の2乗に空気抵抗が普通だと比例するのと空気自体が薄くなってくるのととの掛け合わせみたいな、うん、それがこういうグラフになるわけ、はい、グラフで言うとね。だからこの一番頂点のところマックス級っていうんだけど、あの動圧最 大、はい、最大点っていうんだけど、ここまでの制御が一番難しいわけです、うんうん、この後もう空気ほとんどなくなるから、うんうん、もうその理論通りに飛んでくる。ああ摩擦係数ゼロみたいな、あの計算通り、そうそう摩擦が計算できないから、はいはいはい、あの要は CD1 とかっていう、はい、その要は係数の、はいはい、だけどそれがなくなって理論通りに飛んでいくから、もうだいたい高度20キロとか行った時点でもうロケットって、あここまで行ったらだいたい大丈夫だよねっていう。落ちてくる時ってのはそんなにもうじゃああれか。いやもう落ちてくる時は軌道が、要は理論通りの軌道で、要はここに来た時にドーンと落ちることはないわけ、はいはいはい、ないですよね絶対。それはそうだ、そう放物線を描いて予測で、うん、落下地点も予測できるわけ、うん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 、しかも切り離してたら余計空気抵抗も少ないですもんね。いやなので北朝鮮のミサイルが日本に、あいつは絶対落とすなよ日本に落としたら大変だぞお前だからって言う、どうどうでもダチョウクラブ的なコント的な感じでうっかり落ちちゃうんじゃないかなって。いやいやいや、ないない、絶対落とすな落とすなって狩猟様が言ってるのにっていう、そういう、いやないです、そういうないですか。ないですないです、そうだから大丈夫なんです。